アメリカ横断ウルトラロックツアークイズ。はい、ロックスターの全米ツアーを完全ゲーム化。アメリカ50州のカードを引いて、出た州のミュージシャンの曲をギターで弾いて答えてもらいます。どう考えても僕の方が不利じゃないですか。いやー、そうですかね。じゃあ早速ね、先攻後攻じゃんけんで決めたいと思います。よし、行きましょう。最初はグーじゃんけん。はい、マーティー先攻。よし、それでは全米制覇をするのはどっちだ。いきますよ、シャッフルしますよ。アメリカ横断ウルトラロックツアークイズスタート。はい、最初の州は、おこちら、じゃん、ニューヨーク州。これはいるんじゃないか。一番楽じゃないですか、ね、ニューヨークはいっぱいあるからね。はい、じゃあブルーエイスターコートいきましょう。ゴジラです。はい、マジ正解。よし、ということでね、マーティがニューヨークを選手しました。ちょっとずるくない、はい、これ。はい、よし、ゲットした。ブルーオイスターカルトはマーティ好きなの？とても好きです。うん、子供の頃何回もライブ見に行ったんですよ。あのゴジラっていうね、曲名でどうしても日本人としてはこう親しみを感じてしまうんですけども、アメリカではかっこいいんですけど、日本人どう思ったんですか、その時。ものすごく喜んでました。本当、本当。そして、その州のニューヨークの映像がこちらです。そうですね、あのニューヨークってアメリカの東京だと思います。あのもうちゃんとした都会ですし、美味しい食べ物いっぱいありますし、なんかこうね、あのアメリカの為替はどうなってますっていう時とかね、必ずこのタイムスクエアが ね、はい、こうタイムズスクエア映ってるようなね、さあ続いては高校ローリー行ってみましょう。お、来ましたよ、鬼門が。じゃん、イリノイ州、こちらですね。でもね、はい、これなんとなくわかるんですよ、はい、おこれでしょう。どうもありがとうミスターロボット、どうもありがとうミスターロボット、どうもありがとう、ノーリューありがとうミスターロボット、スティックスです。はい、ノーリー正解。お詳しいですね、はい、僕でも知らなかった、すごい勝利のファンファーレ。はい、じゃあ、ローリーが ね、イリノイを獲得しました。はい、子供の頃ね、うん、NHK のヤングミュージックショーでパラダイスシアターのコンサートを見た。すごかった、かっこよかった。はじめなんか掃除のおじさんが出てくるんだけど、そっからバーッと始まってみんな、ね、熱狂しました、イリノイ州に。実はあのアメリカの環境ではその当時ちょっと境線あったんですよ。ハード系の人たち、キスとかエンジェルとかエロスミスとかブラックサービスとか、スティックスは絶対気に入っちゃダメですよ。ダメ、かなりひよったバンドっていう感じでしたよね。あのバラードが多いんですし、あの結構ひよったバンドだったんですけど、クオリティ高い。うん、そして、そのイリノイ州の映像はこちらです。シカゴってなんかザ・ウィンディシティっていうネーミングがあるんですけど、そうか、シカゴはイリノイ州なんだ、うん、結構風が強い州で、うん、もう半端ない寒いですよ。まあ結構ね、北部の方ですからね。そんなに寒、でもちゃんとした町です。ちゃんとした町なんだね。さあ、それではですね、続いてまた先行のマーティ行ってみたいと思います。よし、準備はいいですか。行きますよ。お、来ましたよ、マサチューセッツ州。そうだね、それもいっぱいいますよね。これはいっぱいありますね。あ、ブロイさんでも知ってるかもしれない、エロスミスの曲やっちゃおうかな。はいはいはい、このフレーズが大変好きです。はい、エアロスミスということでマーティ正解。わ、はい、ジョーペリーの陰に隠れて、あのブラッド・ウィッド・フォードっていう人はあんまり評価されないけど、実はすごくいいギタリスト。もしかして彼の方がいいギターフレーズ弾いてるかもしれないんですけど、ありえるね、ありえるね。なんかジョーペリーの方がね、なんかこうロックシンボルな感じがするけど、ね、イケメンタイプですよね、うん、はい、
やっぱ港町っていう感じがしますよね。ちょっと港町ですね、うん、マサチューセッツの有名ところはなんかあの発音なまり、地方なまりが非常に聞きづらいです。あ、そうなんですか。あの特に女性がボストンなまりするともう本当に女性らしさが一瞬でもう消えちゃうんですよどんな感じなの。ボストン中の女性を敵に回しましたね。パークタカー、ワナパークタカーのファーバーバー、なんか本当になんかの綺麗じゃないですね。いや、いや大阪の女性の声ってときめくんですか。あの比較的そのおっしゃること分かるような気がします分かった今分かったなんとなく分かる感じ、うん、ちょっとだけタフなニュアンスですね。さあそれでは、気を取り直して高校ローリーいきますよ。お、出ましたよローリー。これはあるんじゃないですか。カリフォルニア州。オーライ、カリフォルニア。ウォルフルース、ウォルフルース、フットルース、ケニー・ロギンスさんです。あ、だよね。はい、正解。は、うん、素晴らしい。え、ローリーからケニー・ロギンスが出てくると意外でしたね。このフットルースのイントロのこのビヨンビヨンビヨンがね、ジェフ・ベックみたいにこうアーム、かっこいいような気がする。はいはい、独特ですよね。はい、じゃあちょっとローリーはカリフォルニアを、獲得ということで。さあ、そのカリフォルニアのロサンゼルスの映像ですね、こちら。はい、もうあのロサンゼルス、カリフォルニア、ロック藤山といえばっていう感じですよね。そうですね、今、はい、ロスで収録してるんじゃないそう、そうですね、心のロスに。はい、じゃあ、再び先行マーティ行ってみたいと思います。続いては、お、出ましたね、イリノイ州。待て、イリノイ州。でもやっぱり僕はイリノイ州だともうチープトリックしか浮かべないんですよね。チープトリック、正解。よしよし、よしマーティーもイリノイ州獲得と。いや、チープチェックはロックフォード・イリノイズという郊外の町から来てるバンドですね。そうね、うん、なんかあのどちらかというと日本で先にブレイクしたような印象があるんだけど。そうですね、日本でアット武道館を武道館ライブがね撮って、それはあまりに印象的だから、うん、アメリカはそこでスタートしたって感じですね。サレンダーね、うん、ロリさん、このチープトリックが日本で人気が出た秘密は何でしょうかね。やっぱりあのロビン・ザンダーとトム・ピーターソンのあのルックス、 あとは2人のね、リック・ニールセンと、バーニー・カルロスのあのなんか漫才コンビみたいな、あのドラムの最高だけどね。でもね、はい、意外とこのファーストアルバムが僕好き。それかっこいい、一番ハードだよこれは。あるんです、ね、さあ、じゃあ続いて高校ローリー行きましょう。続いて、あ、来ましたよ、鬼門。モンタナ州モンタナ州、まず地図で、モンタナ州どこにあんのよこれ。存在してるんですか。ロッキー山脈が通ってるこの一番北の州ですね。ただでさえ何も浮かばないですよね。わからんはい、答えられなかったローリーには罰として苦いセンブリ茶を飲んでいただきます。まずそう、召し上がれ。おいしい、おいしいなモンタナ州ってどんだけとんでもない州かっていうと、うん、あまりに大したことないのでスピード制限がない、はい、もうどんだけ早く運転しても誰も気にしてないから。そしてみんな馬力全開で走ってますもんねこれね。しかも馬じゃないですか。馬ですね、まさに。ちっちゃい町はあるなんですけど、なんかあの山梨って感じですねモンタナ州の女性はどんな感じだったのかな。あまり期待しない方がいいですねさあ、じゃあ続いて先行マーティー行きましょう。はい、続いてはこちら、ワシントン州。あ、ワシントン州は結構ね、アリス・イン・チェインズ。そのリフ楽しいんだよ。いいリフですね。ジェリーカントレルですね。素晴らしい。はい、うん、
はい、素晴らしいソングライターでもありますけども、はい、交流ないんですか、アリス・イン・チェインズとは。実はアリス・イン・チェインズデビューしたところに僕はメガレスに行った時なんですけど、うん、僕らみんなメガレスの、メガレスはアリス・イン・チェインズのデビューアルバム聞いて全座やらせてあげた。おお。だからあの、まあブレイクとか言えないなんですけど、僕らと一緒のツアーは多分彼らたちの最初の大事なツアーでした。そうですよね、うん、ビッグチャンスですよね。その後それ、ね、そいつらは僕らをよっぽど超えたんですけど下克上ですかね。シアトルのタワー有名ですよね。有名ね。スペースニードルですね、うん、スペースニードル、うん、あのシアトルは結構年中やっぱそのお天気が結構曇りがちなんで、うん、それでコーヒー産業がね、うん、盛んになったという話もありますけれども、うんうん、さあじゃあ変わってはローリー、いきますよ。お、来ましたね、オハイオ州。知ってるならびっくりするよ。これはこの間ちょっと雑誌の取材でやったばっかりなんですよ。ザ・ゴッズの、マジでザ・ゴッズ知ってるの、ゴッズ・イズ・ヤ・なんとか、あーそうや、ザ・ゴッズ・ロック・ロック・マシーン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 、ザ・ゴッズ・ロック・ロック・ロックのジャンキー、 The God is good、 The God is good。 はい、ローリー世界ということで、感動しました。オハイオ州を獲得しました。そのオハイオ州の映像がこちらです。あ、クリーブランド、これがクリーブランドか。まあ、あのオハイオ州はなんかのアメリカの中部でもう完全に普通の、はいはい、これはアメリカぞって感じで、だからストレートなロックンロール、そんなにインテリ系とか抽象的系なアバンガールの音楽じゃなくて、ハードなロックンロールが人気の街ですね。じゃあもう本当刺激としてのこうストレートなロックが求められてるかもしれないですね、うん、ゴッズエンジェルの、うん、フェイスブックのホームページに僕入ってるんですけどエンジェルとザ・ゴッズのツアーがあった映像を見てそれで大好きになった。ゴッズはあのキスと同じレコード会社のカサブランカですね。で、あのエンジェルと同じ会社なんですけど、エンジェルはなんか天地っぽいの白いイメージなんですけど、ザ・ゴッズはモーターサイクルギャングみたいなイメージだから、うん、その2組が一緒にツアーした時にかなり印象的でした。いや、なんかね、アメリカっぽくなってきましたね。アメリカですよ、はい、じゃあ、続いて先行のマディ行ってみようか。これは来ましたよ。あら、ニューメキシコ州ニューメキシコ、ちょっと待ってください。ちょ、うん、何か僕の個人的な友達のバンドはカウントされないんで、ね、とあの私がわからないバンドはちょっとごめんなさいですね。あ、絶対わからないと思うので困った。あ、じゃ あ飲みます。行きますか、センブリチャー。じゃあ、いただきます。え、これ本、これお酒じゃない、お酒と同じように苦いですね。え、何、超健康ドリンクですか、めっちゃキモいさあ、そしてニューメキシコ州の映像はこちらです。一昨年でね、ニューメキシコ州のアルバクーキにライブやったんですけど、ほうほうほう、あの州見たらでかいじゃん、だから移動の時間が多いんですよ、うん、でもこの州はあまりに何もなくて、あの電波がない場所がほとんどです。電波がないんですよ。電波がないから、この21世紀にあの電話取材やりまくってたんですけど、うん、電波がなくなったケースが多かったんですね。電波がない、ごめんなさい、電波なくなった、電波なくなった、それは悪い思いですか。じゃあ現代の恐怖ですね、それはね。恐怖ですね。仕事なんない。さあ、じゃあ高校ロリー行きましょう。あ、来ましたよロリー。はい。カリフォルニア州。二回目のカリフォルニア州。Don't you get the na 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 na
さあ、予想以上に盛り上がってまいりましたので、勝負は次回に持ち越しと、いきたいと思います。現在のところはですね、どうでしょうかね、マーティが 1,2,3,4、ローリが 1,2,3,4、 あ、おーらいらい、いい勝負ですね。さあ、果たして全米制覇するのはどっちだ。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Please subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!